こんにちは、速稼塾のコブです。今回ね、メタボ47に関しまして、ちょっとした小話をね、お届けしようかと思います。それはですね、牛乳についてなんですけども、私牛乳少し飲むんですよ。で、牛乳が健康に悪いっていう風な説もありますけども、健康にいいっていう説もありまして、どちらを取るかなって時に私はね、健康にいいを取ったんですよね。まあ、その中で、いろんな牛乳の中でね、私の選択肢が間違えていたなって今考えているのは、低脂肪乳を選んでしまったことなんですよ。実は牛乳って脂肪の中にものすごくね、人間にメリットを含んだ物質が入ってるんですよ。で、腸の炎症を抑えたりとかね、消化を良くしたりとか、ダイエット効果があったりっていうのは全て牛乳の脂肪の中に入ってるんですよ。ですんで、低脂肪牛乳とか無脂肪牛乳っていうのは実はね、メリットがほとんどなくって、ただ飲むだけ、まあ、それが人によっては有害に移るっていうものもあるんですよね。まあ、ですんでね、脂肪の入ってる牛乳を私たちは飲まなくちゃいけなかったのかなと思います。もちろんアレルギー体質のある方は飲まないでくださいね。私は牛乳で頑丈な体を作りましたんで、牛乳と煮干しで、昭和でしょ。だから牛乳に対してアレルギーないですし、多分体に合うんでしょうね。だから牛乳の脂肪のしっかり入ったやつをね、なるべく高いやつをね、買っていこうかと思います。多分高いやつはいいやつなんだろうと思いますんで、まあ、300円クラスのね、この牛乳を買っていこうかなと思います。まあ、普段ね、なんかこの78円とか98円の牛乳で無脂肪低脂肪っていうのがあったんでね、それをねバカバカっと買ってたんですけども、ちょっとねそれがダイエットにいけなかったのかなっていう風な気がするんですけども、ミスタイムさんいかがでしょうか。なんか牛乳に対してのコメントいただければと思います。もちろんね、牛乳っていろんな考え方があるんで、これが正解ですよってものないと思うんですよ。それは自分の体に合うのか、どのぐらいのペースで飲むかってことですからね。私の場合はコップ1杯を少ない日で1杯、多い日で2杯、 400cc ですね。そのぐらい飲むかなってところなんで、特にね浴びるほど飲んでるわけではないかなと思います。もしね、牛乳が体に悪いっていう方、お酒をいっぱい飲む方のが体悪いと思いますんで、晩酌をやめてからね言ってほしいなと思います。これは特定の方に申し上げてますけども、牛乳は悪いんだっていう方、晩酌してるでしょね、発泡酒で。ダメですよ、発泡酒の方が多分体に悪いですよ。私はそういうふうに考えてますけども、皆さんいかがでしょうか。ミスター M さんもね、飲酒が体に与える影響について、いい面とか悪い面ご存知でしたら、ちょっとねミスター M さんなりの考え方をいただければと思います。それではまた動画の方送ってください。今日の動画はバルクアップ筋トレメニュー指導、筋肥大デイ2メニューに挑戦する元ホームレスの男247話ガチンコマッチョクラブ筋トレでございます。いってらっしゃい。